17歳の岸です。これまで2つのダイエットにチャレンジしましたが、まあでも今までは正直実験というか、こうしたらいけんじゃないか、ああしたらいけんじゃないかっていう理論のもとやっていたわけでございますが、もうここから本気で痩せにかかろうということで、今回次のね、1週間やっていくことは、豆腐ダイエット!イエーイ!プラス、毎日運動をしよう!でまず豆腐ダイエットについてですが、まあ、そもそも、まあ、僕痩せない理由っていうのが過剰カロリーっていうのが考えられるわけです。まあ、あと食べるタイミングっていうのも一理あるかもしれないんですけれども、ただ夜食べないだけでは痩せない、それまでにいっぱい食べてしまえば結局意味がないっていうことが分かったので、だったらもう食べる量を減らすしかないということです。で、まあ、基本的にもう摂取カロリーと消費カロリーが逆転すれば体重は減っていくわけでございます。なのでもうシンプルにいよいよ食事の内容についてちょっと気をつけていきたいなっていうので、豆腐ダイエットをしようということでございます。じゃあ実際に豆腐ダイエットって何をするんだっていうと、豆腐だけを食べるというわけではございません。お米とか麺、言ったら炭水化物と言われるものを豆腐に置き換えるっていう、ただそれだけの話です。でも、まあ、実際豆腐ってまあタンパク質が多いってイメージもあるかもしれないんですけれども、炭水化物も含まれてるわけでございます。周りくどいことせずに糖質制限すりゃいいじゃんって思うかもしれないんですけど、そうなってくるともっとより細かいところまで気をつけなきゃいけない。例えば甘いコーヒーを飲んではいけないとか、お菓子を一切食べれないとか、味付けも気をつけなければいけないみたいなことを、気をつければ気をつけるほどキリがないし、本当にもうささみしか食えなくなっちゃう。もうそれはもう最終手段だと思っているんで、まあ、そこまでは制限せずにお米を豆腐に置き換えるっていうことをすれば、まあある程度の糖質も取れつつタンパク質も取れるっていうふうに思ったので、今回豆腐というものを選択しました。で、ちなみにこう豆腐っていうのはここにね書いているんですけれども、全く炭水化物を含まないわけではないんです。カロリー、エネルギーって部分も 150g につき120あるわけで、ということでこれからお米を極力切り替えて、なるべく炭水化物っていう部分を抑えつつ適度に取っていくっていう行為をこれから1週間やっていきたいと思います。ですけれども、ちょっと今自分の生活を考えた時に、お昼ご飯っていうのがなかなかこう作って持っていくっていうことが難しい状況です。まあ、大体買って食べるっていう感じなんですけれども、そこに関してはちょっとお米がその場合含まれる可能性もあるので、まあ、そこまではせず極力炭水化物を抑えていくっていう感じでやっていって、で夜に関してはもう完全に豆腐のみに切り替えていくっていう感じで、少しずつカロリーを減らしていきたいと思います。で、プラス、まあ、今週はね、ちょっとね、家にいる時間がちょっと長いので、消費カロリーっていうのも、おそらく基礎代謝ぐらいにしかならないわけです。なので、毎日体を少しは動かしていきたいなというふうに思ってます。ということで、今日一応初日とさせていただいてるんですけれども、今夜で食べた内容に関してはもうサラダとお肉と豆腐っていう感じです。で、今からちょっとお水を買いに行きがてらウォーキングをしていきたいと思います。じゃあ、行ってきます。質素に行きたいと思います。豆腐と山形だしも今日までなんで、これとサバの水煮で、それでもう今日は終わりにしたいと思います。ちょっとねやってみたいことがございまして、豆腐牛飯を作ってみた。イエーイ。こんな感じいやでもなんか牛飯っぽいっちゃ牛飯っぽいけどね。一言いいですか？めちゃくちゃうめえ。お昼ご飯これまあお蕎麦なんですけど、穀物っちゃ穀物ですが、一応カロリーなるべく抑えるっていうのと GI 値が低いんで蕎麦にしました。揚げ出し豆腐一袋食べますが、78キロカロリーです。こんなを見つけました。豆腐のご飯だってこんな感じっす。僕が作ってる豆腐のご飯代わりのものにすごい近い感じですが、その中になんかもち麦が入ってるらしいんで、まあ、多少ご飯感は増すんじゃないかなっていう。これしめ鯖大好き、超カチカチ。いただきます。
まあご飯ではないね。はい、ということで1週間と、まあ厳密に言えばちょっと経ちました。ここ1週間でちょっと運動の方を始めまして、まあ筋トレを多少やっているのと、あとランニングですねをこの1週間で言うと5回ぐらいやったっていう状況です。ということでランニングをね結構頑張っている関係もあるの で、それが夜だったりするとタンパク質もね取っていかないといけない。まあ結局のところ痩せるっていうのもまあそうなんですけれども、いい体を作るっていうのも結構大事なミッションだったりするんで、ギリギリになって体を仕上げるっていうのはやっぱり難しい部分は絶対あるなと思ったんで、今のうちからちょっとずつ筋肉の方も鍛えていって、で痩せた時にメリハリボディにできればなっていうことで筋トレもちょっと始めました。で、まあ、大体1週間ちょい経った段階での体重をちょっと見ていきたいと思います。じゃあ今から体重計に乗りたいと思います。はい、出ました。75.0 です。はい、ということでお腹の方もあんまり変わってない気もするんだけれども、多少へこんだかなっていう感じです。ただまあ全然目標には達してない。焦ってもすぐ痩せるもんでもないだなっていうのが分かりました。ランニングは結構やってたんですけれども、1日最低5キロは走って、昨日なんかも10キロ走ったりして、運動っていうのはおそらく過不足なくやってたはずなんですけど、やっぱりなかなか減らないもんだなっていう感じです。理由をちょっと考えてみた時に、なんか筋肉はついてると思うんです。筋肉量が増えた分体重がそんなに変わってないんじゃないかなっていう気はしてます。でもまだまだちょっとお肉の方がついてる状況なんで、諦めず気を引き締めて最低あと5キロは痩せていきたいと思います。で今5月の下旬なんですけれども、あと2ヶ月ちょいで1ヶ月でだいたい3キロぐらいしかまだ痩せられてないんで、66なんて夢のまた夢で、もっともっと追い込まないといけないなっていう感じなんですけれども、ということで今日から次の週に関しては筋トレと運動を中心にやっていきたいなっていうふうに思います。まあそんな感じで、まあ豆腐に切り替えて運動もした結果こんな感じになりましたっていう動画は以上でございます。はい、まだまだ僕のダイエット続くので、もしよかったらチャンネル登録等していただけるとすごい励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと高評価も励みになりますのでよろしくお願いします。ということで次は才能必至でした。